優香です。ギター始めて7日目までの練習メニューやっていきたいなと思います。はい、というわけでこの動画をご覧くださっている方はきっと、ギターを買ってこれから始めるぞっていう方や、昔やってたけど挫折してしまってまた再開するっていう方がほとんどなんじゃないかなと思います。まずはギタースタートおめでとうございます。これから一緒に楽しく弾いていきましょう。では今から練習していくんですけれども、私のおすすめは、練習していく上で、小さな目標を設定してやっていくっていうのが、おすすめです。でその目標は何かっていうと、初めてでもできる簡単な曲を弾けるようになることを目標にやっていくっていうのがおすすめです。ですが1日目からその1曲をね通して全部弾けるようになれっていう意味ではなくって、この曲を弾けるようになるって設定した上で、小さな目標、この曲を弾けるようになるための小さな目標を設定していって、1日目はこれが目標、2日目はこれが目標っていう感じで、この目標をねさらにね細分化してやっていくっていうのがおすすめの練習のやり方です。というわけでこの動画では何の曲を目標にやっていくかというと、それはこちらです。ハッピーバースデー、でハッピーバースデートゥーユーの歌の弾き語りバージョンを目標にやっていきましょう。1日目の目標なんですけれども、今日の目標はまずは正しいギターの持ち方、フォームを身につけることと、コードをまずは押さえてみるっていうのを今日は目標にやっていきましょう。というわけでまずはギターの持ち方なんですけれども、もうギターのね正しいフォームをするのとしないとの音じゃね、もう正しいフォームをすると弾きやすさが100万倍ぐらいになりますので、ぜひ正しいフォーム身につけましょう。とまずはギターのこちらがヘッド、そしてこっちがボディなんですけれども、このヘッドを前に出して構えていただきたいなと思います。はい、こうね、お腹に対してペタってこう平行にするんじゃなくて、こっちを前に出すっていうことですね。はい、ヘッドを前に出してこうね、バンバンバンってやるみたいな感じで、ヘッドを前に出して構えていただきたいなと思います。はい、そして、左じゃないと。そして、右手の、右腕のこの肘ら辺でしっかりギターのボディを固定していただいて、こうネックがね、ぐらぐらと動かない状態を作っていただきたいなと思います。それと、ギターを弾いていくと、だんだんこう、押さえてる指を見たくて、ギターがだんだん上向きになりがちなんですけれども、上向きになってしまうと余計に押さえづらくなってしまうので、上向きにならないように気をつけながら、構えていただきたいなと思います。はい。というわけで、今から3つのコードを、まずは押さえてみましょう。はい。このハッピーバースデーというふうに出てくるコードは、3つです。まずは G コード。はい。そして D コード。はい。そして C コード。はい。この3つのコードをまずは今日は押さえてみましょう。で、ちなみにコードを押さえるコツっていう動画も他であるので、そちらもぜひ見ていただきたいのですが、この動画では1つだけコツを お話しすると、この押さえてる左手のこの指なんですけれども、このフレットとフレット、この縦に入っているこの線ですね。このフレットの自分から見て右側ギリギリで押さえていただきたいんですね。はい、今見ていただくとわかると思うんですけれども、かなり右側で押さえています。はい、そんな感じで右側に行けば行くほど少ない力で押さえることができますので、ぜひ試してみていただきたいなと思います。はい、というわけで、1日目からなかなかコードってね綺麗な音で鳴らすのは難しいですので、まだちょっとね音がプチプチしてしまってもいいので、とにかく今日はこのコードの形を押さえてみて、でできたらこのコードの押さえ方を、できたら覚えられるととってもいいです。はい、そんな感じで今日は、練習していただきたいなと思います。はい、そんな感じで、コードを確認できたら、ゆっくりでいいので
とこのコードをジャラーンと鳴らしながらこの曲を弾いてみましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとかちゃん。ここはフェルマートカエルの目みたいのがついてるので、好きなだけ伸ばす。ハッピーバースデートゥーユー。はい、そんな感じで、しっかりおさらいをしていただいて、また明日練習していきましょう。はい、では2日目やっていきたいと思います。今日はまず昨日のおさらいをすることとブラッシングで、弾いてみていただきたいと思います。ではまず昨日のおさらいです。昨日は、G コードと D コードと、C コードを押さえてみましたね。はい、なかなかね、一晩寝ちゃうとあれ、なんか昨日できてたのになんか忘れてるなっていう方も多いんじゃないかなと思います。忘れちゃっても大丈夫ですので、また一からおさらいしていきましょう。そして今日はブラッシングで弾いてみるんですけれども、ブラッシングとは何ぞやと言いますと、髪の毛をね、綺麗にとかすことではなくって、左手をコードを押さえないで全部の弦をこう優しくふわっと触れた状態にして右手でストロークすることです。この状態で、この曲を弾いてみていただきたいなと思います。はい、ちょっとまずは、お手本やりますね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。はい、こんな感じで、この曲は3拍子なので1小節につき3回チャッチャッチャッと弾いていただきたいなと思います。で、右手なんですけれども、私今ピックを使って弾いてるんですけれども、ピックを使ってもいいですし、ちょっと苦情とかが心配だなっていう方は指で優しく弾いてもどちらでも OK です。で、ちなみにピックの持ち方っていう動画も他であるので、そちらもよかったら見てください。はい、というわけで2日目はコードをしっかり確認することと、ブラッシングで右手の練習、しっかりおさらいして練習していただきたいなと思います。ではまた明日お会いしましょう。はい、3日目やっていきたいなと思います。今日の目標は、超ゆっくりでいいので、この曲を通して弾けるようになることです。ハッピーバースデー、ゆっくりでいいので、今日はコードも押さえながら右手でジャンジャンジャンって1小節につき3回ずつ弾いていきましょう。というわけで今日もしっかり練習していただいて、また明日お会いしましょう。バイバイ。こんにちは。4日目やっていきましょう。4日目の今日はコードチェンジ練習やってみましょう。コードチェンジっていうのは、こう G からD にこう移り変わる時のこう移り変わりのことですね。はい、このコードチェンジを素早くささっとできるようになるのがうまくギターを弾くコツですので、今日はそのコードチェンジの特訓をやっていきたいなと思います。はい、というわけで今日はですね、今やった G から D、 そして D から G のコードチェンジの特訓をしましょう。 G から D、 D から G ってやっていくんですけれども、この2つのコードってこう共通している、あの押さえてる場所が共通している場所っていうのが何一つないんですけれども、この
中指と薬指ちょっと注目していただきたいなと思います。はい、この薬指が上に来てて中指が、こう一段下にいるみたいな、この斜めのフォーム、この斜めのフォームって実はこの G の時も D の時も共通してるんですね。はい、この D の時もこう斜めにいますでしょ。はい、この斜めのこの2つの指のこの斜めのポジショニング、はい、こちらのポジショニングを崩さずにこの指のね、あの関節をしっかり固めて移動していただくっていうのはこのコードチェンジのコツになりますので、しっかりこの中指と薬指意識しながらやっていただきたいなと思います。それとこの押さえてる指ばかりに意識が行きがちなんですけれども、大事なのはこの指だけではなくてこの手のひらとこの腕のこの辺ですね。はい、D コードの時って全体的にこう押さえる場所が下の方に行きますよね。でその時にこの腕そしてこの手のひらも一緒に動かしていただきたいなと思います。イメージとしてはドアノブを開ける時みたいに、この腕、手のひらを一緒にこうくるんと倒していただきたいなと思います。はい、そうしていただくことによってコードチェンジがスムーズにいきますので、それらを意識した上でこのコードチェンジだけを集中して、たくさんやっていただきたいと思います。 G D G D っていうのをもうテレビ見ながらとかでもいいので、とにかくたくさんこの動きをやって、この左手に覚え込ませていただきたいなと思います。はい、そんな感じで今日はしっかりこの G から D、D から G のコードチェンジの特訓をしていただきたいなと思います。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。こんにちは。5日目やっていきたいなと思います。今日もコードチェンジの特訓やっていきたいなと思います。今日は G から C へのコードチェンジの特訓をやりましょう。はい。G から C ですね。G の時にこの中指と薬指がね、こう斜めに押さえていますよね。この押さえてるこの2つの指がそのまま1本の弦ずつ下に下がって、小指を外して人差し指で、2弦の1フレット押さえるっていう感じの動きになっています。しっかりと最小限の動きを意識してコードチェンジをしていただきたいなと思います。はい、昨日の特訓と同じくもうたくさん何回も何回も G、C、G、C って練習してしっかり指に覚え込ませていただきたいなと思います。目標100回くらいやっていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、そんな感じで今日もしっかり練習していただいて、また明日お会いしましょう。はい、6日目です。今日もコードチェンジの特訓やっていきますよ。今日やるのは、C から D へのコードチェンジを、特訓していただきたいなと思います。はい、C から D へのコードチェンジって結構ね、手の形がガラッと変わって、この曲の中では一番難しいコードチェンジだなと思います。とコツは、この C の時に、中指と薬指で押さえているこの斜めのフォーム、この斜めのフォームは C の時も D の時も共通しているので、この2本の指はしっかり固めて動かさないようにしたいことと、この人差し指ですね。人差し指が C の時はこの下側にいたのに D の時は上に移動してくるっていうね。はい、そんな感じで、この2本の指をしっかり下に下げると同時に人差し指は逆に上に行くっていうね、このなんかクロスムーブメントみたいな感じの動きを、しっかり指に覚え込ませていただきたいなと思います。はい、こちらも100回を目標にね、テレビ見ながらとかでもいいので、しっかりとこのコードチェンジを指に叩き込んで、覚え込ませていただきたいなと思います。はい、というわけでしっかり特訓していただいて、ではまた明日もお会いしましょう。バイバイ。はい、7日目やっていきたいなと思います。いやー、一週間あっという間でしたね。今日はこの曲を原曲のテンポで、原曲っていうかね、私が一番最初にやったテンポですね。はい、ちょっと早めですが、そのテンポで今から一緒に弾いてみましょう。で、今から一緒に弾くときに、これは本番なんだって思いながら弾いていただきたいと思います。
こうなんかお客さんがいてね、友達とかがいて、こう誕生日のお友達とかがいて、その子の前で弾いているっていうイメージで、やっていただきたいなと思います。もし失敗してしまっても全然大丈夫です。そのまま弾き続けていただきたいなと思います。失敗しちゃった時にそこで弾き直してしまったり止まったりしないように、もう本当に失敗気にせずにそのまま弾いていただくっていうのを目標に、今から一緒にやってみましょう。じゃあいきますよ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ。はい、そんな感じで今本番のつもりでやってもらったわけなんですけれども、これがとっても大事です。こうね、例えば C から D のコードチェンジが特に苦手だから、その部分を集中して練習して、もう繰り返し練習するとか、そういう苦手を克服するための練習ももちろん大事なんですけれども、それと同じくらいしっかり本番と思って止まらずに、そして緊張感を持って弾くっていうのもすごく大事です。で、練習していく中でそういう苦手克服練習と本番と思ってやる練習っていうのを、私はどちらも交互にやっていただくっていうのをおすすめしています。はい、というわけで今日で7日間経ったわけなんですけれども、人によってもうこの曲はバッチリ弾けるようになったよっていう方もいれば、まだまだ練習が足りないっていう方もいると思います。自分のペースで OK ですので、これからも練習を頑張っていただきたいなと思います。ちなみに上達のスピードが遅くても大丈夫です。上達のスピードが遅い人の方がなんかこう長期的に長く頑張れる人が多いなっていうイメージがあるので、人と比べないでマイペースにこれからも楽しくギターを練習していっていただきたいなと思います。はい、そしてこの曲以外でも練習するときは同じように、いきなり曲を全部1日目で弾けるようになるっていうのを目標にはしないで、この動画でやってきたみたいに細分化して、今日はこれをやれるようになろう、今日はこれをやれるようになろうっていう感じで、小さな目標をいくつも作ってそれをクリアしてやっていくっていう風にやっていただくのがおすすめです。はい、それと苦手克服練習と本番のつもり練習、どちらもやっていくっていうことですね。そんな感じでこれからも練習頑張っていただきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。